なるほど。お兄さんたちもやっとそこまでたどり着いたみたいね。出席者も揃って招待状も届けられた。これでパーティーの準備は全部整ったのかしら。先にお兄さんを見つけるのはエステルたち？お兄さんたち？それとも相変わらず全てが見えておるらしいな。システムだけ。お互い別々に作動するイングがこのクロスベルという場でどんな織物を編み上げるのか、それが見えるというだけよ。なるほどな。マフィアと例の教団が何をするつもりかは知らんが、まあこれも自業自得、いや因果応報というものか。ええ、あの灰色の町が積み重ねてきた因果の報いというべきかもしれないわね。てっきり結社の関与もあるかと思っていたのだけど。この地は結社と教会の緩衝地帯にもなっておるからな。法王は騎士の活動を禁じ、名士は執行者を派遣しない。まああくまで建前としてはだが。おじいさんの工房がある時点で怪しいものだけど、まさかクロスベルの動力ネットに介入できる変革システムまで用意してるとは思わなかったわ。おかげでレンも退屈しなくて済んでるけど。お前さんの役に立ったのなら、用意した甲斐があったというものだ。あやつが押し付けてきた時にはぶち壊してくれようと思ったが。相変わらず博士と仲が悪いのね。13工房の管理者にして使徒第6中、ノバルティス博士。精神のネットワークがあるのに、今さらエプスタインの試験運用に何の興味があるのかしら。あやつのことだ。どうせろくでもない企みのために役立てようと思っとるのだろう。
まったく、開発途中の実験策を適当にばらまきよって。お兄さんたちが戦ったあの赤い武者さんね。モニターで見た限りではなかなか優秀な子みたいだけど。やはり自律的な状況判断と柔軟な行動選択に難ありだな。なかなかお前さんの相棒のようにはいかんさ。でもレンがここにいるのは博士も気づいているんでしょ。レンはともかく彼について何も言ってこないのかしら。今のところはだんまりだな。どうやら新しい機体の開発に熱中しておるようだな。まあ課題だった姿勢制御と関節部分の構造強化も完了した。あやつに余計な口を挟ませる隙は見せんさ。ありがとう。これでやっと最後の賭けが始められるわ。教えてくれたり、偽物の人形さんを作ってくれたり、こうしてかくまってくれたり。おじいさんには感謝してるわ。なに、大したことはしておらんさ。それよりも今日は忙しくなるのだろう。少々早めだが午後のティータイムとしよう。そうね。バテルバテル、一緒にお茶にしましょう。今日は長い一日になるわ。多分この自治州が始まって一番長い一日にね。なるほど、そんなことになっていたとは。失踪者の噂についてはこちらも掴んではいたけど、今回は完全に出遅れちゃったわね。しかもよりにもよってあの教団が出てくるなんて。そのアリオスさんも6年前の教団事件に関わっていたんですよね。残党が残っている可能性はどのくらいあると思いますか？そうだな、確かに全てのロッジは制圧されたが、地下に残党が潜った可能性はあり得る。犯罪組織などが手を貸せば潜伏は非常にやりやすくなるだろう。まさにルバーチェなんかうってつけの隠れ蓑だったわけか。でもどうしてそんなリスクの高いことを。計算高いマルコーニ会長にしては少し違和感を感じますけど。確かにあの教団の残党をかくまったりしていると分かったら放っておかないところは多いはずよ。うちはもちろんだけど、教会とか例の結社とかもね。となるとまだ見えていない事情が存在しているんでしょうか。ああ。しかしそれを確かめている余裕はなさそうだ。
今は手分けしてマフィアと失踪者たちの行方を追うべきだろう。おそらくそれが教団の残党の正体をあぶり出すことにもつながるはずだ。あの、それでは協力体制を結ぶってことでそっちもいいのかよ。ええ、こちらも依存はないわ。市民から失踪者が出ている時点で私たちは無関係ではいられない。それに薬物被害についてもね。助かります。どうかよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。そうと決まれば役割分担を決めておきたいところだが、エステルたちはともかく他のメンバーはどうしている？幸いスコットとリンたちにも緊急の仕事は入っていないわ。エステルちゃんたちを含めたら総勢7名は確保できるわね。よし、全員に招集をかけてくれ。今日中に目ぼしい場所は回れるようにしておきたい。オッケー、それじゃ連絡してくるわね。相変わらずのフットワークの良さですね。それが俺たち遊撃士の最大の強みでもあるからな。そういえばセルゲイさんはこのことを了解しているのか？ええ、協力体制についてはすでに許可をもらっています。アリオスさんによろしくと言っていました。そうか。そのアリオスさん、警察にいた頃は課長の下で働いていたんですよね。俺の兄貴と一緒に。ああ、セルゲイさんと俺とガイ、たった3人で捜査1課以上の実績を打ち立てた警察史上最高と謳われたチームだが、5年前、俺が一身上の都合で警察を辞めてからチームは解散した。セルゲイさんは警察学校に移動し、ガイは捜査一課に移り、その2年後ガイは殉職を遂げた。俺が警察を辞めなければ、無論そんなことを言うつもりはない。俺は俺の事情と決意を持って警察とはたもとを分かったからだ。だがそれでも未だに思い出すことがある。あの輝かしい日々を、癖の強い上司と破天荒な相棒と共に過ごした歳月のことをな。だから正直お前たちが羨ましいくらいだ。天下の風の牽制にそんなことを言われるとはね。どちらかというとギルドの風通しの良さが羨ましいくらいですけど。警察には警察の、ギルドにはギルドの役割がある。いかなる権力にも屈せず、普遍的な理想としての正義を追い求めるのがギルドなら、権力という矛盾を抱えながらそれでも正義を追求するのが警察の役割だろう。お前たちが感じてるであろう様々な矛盾や理不尽な状況、かつては俺も感じたものだが、今となってはそれもまた価値のある経験だったと思う。権力という矛盾を抱えながらも追求する
正義。兄貴もそれを追い求めていたんでしょうか。ああ、俺はそう信じている。だからこそセルゲイさんも支援課の設立に尽力したんだろう。説教めいたことを言ったようだ。お前たちはお前たちで答えを見つけるといいだろう。多分あいつもそれを望んでいるだろうからな。はい。難しい宿題だな。ただいま。エステル、ヨシア、それにしずくちゃんも。今日はとっても可愛い服ね。ありがとうございます。こんにちは、皆さん。お邪魔しています。おーおー外出日を満喫してるみたいじゃねえか。俺に急用が入ったので彼らが付き添ってくれたんだ。エーステル、ヨシュア、面倒かけてすまなかったな。気にしないで。しずくちゃんと一緒にいられてすっごくラッキーだったもん。ほっぺがプニプニのところも存分に堪能させてもらったし。エステルさん、まったくもうおじさんじゃないんだから。ところでミシェルさんから聞きましたけど、何でも警察と非公式に協力することになったとか。ああ、他の連中が集まり次第説明させてもらおう。ロイド、できればお前たちも同席してくれ。はい。それではしずくちゃんは責任を持って預からせてもらいます。こちらは課長もいますし、頼りになる警察犬もいますから、どうか安心してください。ああ、よろしく頼む。しずく、いい子で待っていてくれ。うん、お父さん。そのお父さんたちも気をつけてね。ああ、心配するな。もう少し人手が足りてればよかったんだけど。全員捜索に出払うとなると、ここもちょっと不用心だからね。でも、よかったんですか？俺たちの方からも捜索の人手を出した方が。ははは、気にするなって。そっちは病院の先生から成分調査の連絡が来るんだろ？人探しは自分たちに任せて、今後の状況に備えておくがいい。しかし、警察の連中と協力することになるとはね。レミフェリアでは別に珍しいことではないけれど、よろしくお願いするわね、皆さん。いやあ、こちらこそよろしくお願いします。何かあったら遠慮なくギルドに連絡してきてちょうだい。こちらも何か分かったら支援課に連絡させてもらうから。それじゃあお互い頑張りましょう。ああ、いや、なんていうか圧倒されたな。アリオスさんはもちろんですが、ホープのエステルさんたち、それ以外の人たちも全員かなり腕が立ちそうでしたね。どうやら全員 B 級以上のランクを持ってるみてえだが、若手の実力者があれだけ集まってる支部も珍しいんじゃねえか。それだけギルドもクロスベルという場所を重視しているんでしょうね。
裏を返せば警察が動けない状況を見透かされてるんでしょうけど。なあ、こちらもしっかりしないとな。と、ごめん、いきなり変なこと言って気にしないでください。お父さんが昔警察にいたのは私も聞いていますし、いろいろ複雑で難しい問題があるみたいですけど。一緒に協力してお仕事をするんですよね。ああ、どちらかというと俺たちが助けてもらうんだけどね。そういえば一昨日作った手作りのペンダント、お父さんには渡せたのかい？あ、はい実は昨晩お父さんがお見舞いに来てくれて無事に渡せたんですけど、お父さんどんな顔をしてたのかな。しばらく黙ってて、その後ちょっとぶっきらぼうにお礼を言われたんですけど受け取っておくってか？はい、ちょうどそんな感じです。容易に想像できますね。しずくちゃんの前ではアリオスさんも肩なしね。それだけしずくちゃんのことを大事にしてるんだろうな。さてと、それじゃあ支援課に案内させてもらうよ。手を引かせてもらっていいかい？あ、ありがとうございます。そういえばキアちゃんいるんですよね？ええ、例のザイトと一緒にいるんじゃないかしら。しずくさんが遊びに来たら飛び上がって喜びそうですね。嬉しいな。よし、そんじゃ姫をエスコートして帰るとするか。遅すぎんだろ。あの先生、午後には連絡をくれるんじゃなかったのか？病院の受付に連絡したら、どうやら研究室に閉じこもって熱心に調べているらしいけど、薬の成分の解析に手こずっているのかもしれません。もしくはサボって釣りでもしているとか。さすがにそれはないと思うけど。なんだ、まだ例の先生からの連絡はないのか？ええ、何でも調査に熱中して研究室に閉じこもっているみたいで、こうなったら直接出向いた方がいいかもしれません。うん、そうかもしれんな。被害者が出ている以上薬の成分は確かめておきたいところだ。ギルドからの連絡は任せて急いで行ってくるといい。すみません、よろしくお願いします。そんじゃとっととバスでウルスラ病院まで行くとすっか。はい、あれ、また。
よし、ちょっ、よし、ちょっ、もう、まかっ、もう、ちょっ、よし、やるか。よし、ちょっ、もう、任せとけって。なんだこいつは。よし、任せ、よし、ちょっと自信ないけど。何かしら、これ。